もすげえ。いそう。さとみ先生のまた割り。ここまで行きます。痛いです。あ、羨ましいこれ。いいな、俺も縦割りたい、俺も。胸も、まあ、真ん前、真後ろよりはちょっとだけ斜めると
ちょっとだけ斜め下に動かしていきます。はい、じゃあ思いっきりまず手を使っていいので、前、肩甲骨寄せて、そうです、今度は最初ストレッチしたみたいに入れましょう、ぐー、そうですそうですそうです、こういうイメージで、はい、じゃあこれを手とか動かさないようにして胸だけ前に、はいはい、じゃあ今度後ろです、後ろ、そうです、素晴らしい。でやるときにここの窓四角をパカパカしようと思うと肩が活躍してきちゃってちょっと苦しそうに見えちゃうので、できればちょっと溝落ちあたりから前と後ろ、人にうるっ殴られた気持ちで、うるっ、そうです、あ、そうです、めっちゃいいです、前と後ろです、はい、素晴らしい、 OK です。じゃあ今度真ん中に戻していただいたら次右と左です。素晴らしいセット具合すごい、そうですそうです、肩をじゃあまずまっすぐのまま横、まっすぐのまま、そうですそうです、まっすぐのまま左、そうですそうです、あ、頑張って、そうです、で顔も肩もできれば顔も肩抜かないように全部自分を連れてきていきましょう、右と左です。ちょっと最初感覚難しいと思うんですけど、まあちょっと難しいけど、右に引っ張るときは右肩と左腰をぐーっと引っ張るイメージで、そうですそうですそうです、ちょっと置いていっちゃう、この反対、はい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 、そうです、ちょっと、最初は早く動かすの難しいかもしれないんですけど、だんだん慣れてくると思うので、まず正確に正確に引っ張っていきましょう、はい、素晴らしいです。そしたらこれをちょっと使いながらリズムを取っていきます。じゃあ足ちょっと軽く閉じていただいて、まず、ヒップホップのリズム大体2つです。ダウンとアップ、ダウンは下がメイン、アップは上がメインです。上、はい、でまずダウンの姿勢、大きく息を吸ってしっかり吐いて、人生に絶望せーの、はい、もう一度せーの、絶望するんですね。そうです。まさきさんはちょっと絶望が足りない。そうです。そうです。そう、お膝はしっかり曲げていただいて、お膝だけじゃなくて、お腹の力もふっと抜いて、そうです。で、この時に首も一緒に下がっちゃうと、もうずっとこんなになっちゃうので、戻れなくなっちゃうので、顔はずっと前。はい。で、力抜いて、戻ります。そうです。で戻るときに一生懸命戻らなくていいです。抜いたところから普通に戻る。抜いたところから普通に戻る。そうです。でそのリズムを下で取ります。せーの、ダウン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 。そうですそうですそうです。で速くなってきたらそんなに大きく多分取れないと思うので、なるべくこの形を維持しながら軽く、そうですそうですそうです。膝を曲げながら緩やか、はいはい、で慣れてきた方はこの時にさっきのアイソレーションを使います。前前、首を前に落とす、前に落とす、そうです、めっちゃ踊れそう、素晴らしい、 OK です。今度は逆、曲げたところから伸ばします。曲げたところから伸ばす、
意外と簡単です。まず、右足が前、左足が後ろで、ちょっとせーので飛んでいただいて、せーの、チョキ。そうです。チョキしたら、元自分がいた場所に前の足を寄せていただいて、片足立ち、剣。そうです、そうです、素晴らしい。はい、じゃあここまでいきましょう。気をつけていきます。じゃあまず挟みます、チョキ、せーの、チョキ。はい、前の足引いていただいて、せーの、剣。はいはいはい、これを続けていきます。剣ぐらいの感じでいきます。せーの、チョキ。まさきおじいちゃん合ってます、合ってます。そうです、そうです。そしたら今度は今浮いてる左足を前にしてもらって、チョキ。はい、で前の左足を引いてきて、剣。そうです、これの連続です。はい、では行ってみましょう。右のチョキ、剣、左のチョキ、剣、1セット。5、6、7、チョキ、剣、チョキ、剣。そう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 、そうです、そうです、そうです。で最初は大きく開いて大きく引いた方が足が分かりやすいかなと思うので、できる方はちっちゃいよりも最初は大きいと自分が何やってるかよく分かるか、なるべく大きくいきましょう。はい、もう一回いきます。Thank you.
て剣で伸ばす、ちぎって曲げて剣で伸ばす。そうです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 。そうするとダウンアップダウンアップ、リズムがついてさらにヒップホップらしくなってくると思います。じゃあダンサーアップ、ダンサーの先本気の泣き声お願いします。お疲れ様でした。